日本人が初めてオリンピックに参加した明治45年のストックホルム大会。日本からの出場選手はたった2名でした。それからちょうど100年となる今年。7月21日、都内でロンドンオリンピックへと出発する選手の壮行会が行われました。会場に集まった応援団はおよそ1万人。野田総理もその一人です。国を代表して日の丸を背負ってとことん力を尽くし、世界の強豪たちと堂々と渡り合ってほしい。2020年東京オリンピック実現に向けて大きく羽ばたくことになると確信をしています。さあ行こう、ロンドンへ。世界に羽ばたけ、日本代表。今回ロンドンへと飛び立つ日本の代表選手は総勢293名。この壮行会で選手たちは一つ目のメダルを獲得しました。それは東日本大震災の被災地の子どもたちが災害廃棄物だった流木を生まれ変わらせ手作りしたお守り。オリンピックの会場で選手の皆さんが素晴らしい活躍をされますよう願いを込めて作りました。選手の皆さん、私たちは日本から皆さんをずっと応援しています。頑張ってください。夢と感動と勇気を日本中に送り届けてくれるような大活躍を心の奥底からお祈り申し上げ、挨拶とさせていただきます。頑張れ日本。たくさんの声援を背に精一杯力を発揮していきたいと思います。それでは皆さん、行ってまいります。この壮行会から2日後、7月23日に行われたのはパラリンピック競技大会の壮行会。皆様のどんな状況においても負けない心、くじけない心、折れない心、そして日頃鍛錬に鍛錬を重ねて勝ち得た技と力、そうした皆様の勇姿を日本中が見守っています。応援をしています。今回の開催地ロンドンはパラリンピック発祥の地。そのロンドンで競技に臨む日本の選手は総勢135名です。勝負事ですからいい成績を取ってほしい。メダルも取って取って取りまくってほしいと思います。私も日本から精一杯目一杯皆様を応援をすることをお約束をしてご挨拶に変えたいと思います。頑張ってください。いよいよ始まる夢の祭典ロンドンオリンピックは7月27日から、パラリンピックは8月29日から開催されます。